はい。こんにちは。沖縄おばばです。ねー可かわいいですよねー。まなさーん。ねー今日もね、ね、ぬこたちは、かわいく寝てます。はい。えー、ちなみにですね、今日もやっぱりちょっと雑談、えーび、動画を撮ってます。なんて言うのかな。えー、まあ、トロさんのね、アメリカの ことでいろいろ騒がれてますけど、実はもう多分トラさん決まりでしょうっていうことを言いたかったです。実はですね、今、あの、ロ、読者のライブをたった今もうずっと見てるんですけど、だいたい午前中の10時ぐらいから始まって2時間ぐらいやるんですけど、ライブを。面白いこと言ってたんですよ。えー 今日の、たった今の、あのー、放送のライブ配信を見てるんですけど、これで、アメリカ政府の、あのー、なんていうのかな、外務省が、台湾との、えー、なんて、国交の規制を撤廃したっていうんですね。えー、もともと台湾は、えー、一つの中国ということで、あのー、交流が禁止されてたんですよ。あのー、官僚とかの交流が、 えー、禁止されてました。それを廃止するって発表したんですね。つまりこれの意味するところを、あの、今ちょっと討議してるんですけど、えー、今までその中国大陸の、なんていうのかな、北京政府に気を使って、この、このことを明らかに表明したことは一度もなかったんですね。 なので、今回それ、その規制を撤廃するっていうことは、それを、その立場を、なんていうのかな、明らかにしたっていうことなんですよ。つまりですね、もし、バイデンさんに政権が移行しちゃったら、中国と仲がいいので、あ、ごめん、ごめんなさい、こういうことはちょっと冗談でしたっていうふうなことが、もう、国として発表しちゃったので、言えなくなってしまうっていうことなんですね。なので、 えー、外務省がこれを発表したっていうことは、外務省としては、その、バイデンさんではなくて、トランプさんを支持してるっていうことになりますね。で、またまたその、なんていうのかな。この声明で大きな、あの、ことが気がついたっていうことをその討論してるんですけど、面白いことに、中国政府って言ってないんですよ。 台湾の政府と北京の政府って言ってるんですよ。なので、中国と北京の中国共産党、北京に本部を置く、えー、中国共産党と中国は別だっていうことをはっきり言ってるってことなんですね。なので、中国という言葉を使ってないんですね、今回。なので、面白いことなんですけど、その中国政府って言ってしまう たら、北京の政府と、あのー、台湾の政府と、なんていうのかな、ちょっと区別が分からなくなってしまいますよね。だから、本当のその正当な中国政府がもしかしたら台湾の政府かもしれないっていうことなんですよ。わざわざ北京の政府と台湾政府っていう言葉を使ってて、中国政府って言ってないんですね。 これとっても、あの、面白いことです。なので、えー、今回その、アメリカの外務省が発表した、その、交流、台湾との交流を、なんて、交流の制限を解除しますっていう発表なんですけど、その発表から、いろいろな、この、憶測が、憶測というか、まあ、いろいろなことが見えてくるっていうことを皆さんに今日お伝えしたかったことですね。 はい。なので、多分引き続き、その、もしバイデンさんとかがね、あの、電気を売る人さんがね、えー、アメリカの大統領になってしまうと、もう、あの、中国とズブズブなわけですから、これが、あのー、発表できないはずなんですよ。でも、実際外務省、アメリカ外務省はこのことを発表しました。そのことから、いろんなことが見えてきました。 はい。で、面白いことに中国政府っていう言葉を使わなかったっていうのがミソですね。北京政府って言ってましたね。なので、もしかしたら中国政府は、本当の正当な中国政府は台湾かもしれないっていう、そういう、あれも、なんていうのかな、可能性もあるっていうことを、えー、露徳者が言っておりました。あふ怒んない怒んない。怒んない はい。面白かったですね。そういうことが、あのー、今後、あのー、なんていうの、興味深いなと思って、見ていこうと思っている事柄です。その中国とアメリカの外交関係ですね。はい。それでは、えー、皆さん、今日はここまでにします。はい。それではまた、良い一日をお過ごしください。